マリオシリーズドンキーコングジュニアドンキーコングシリーズドンキーコングジュニアドンキーコングジュニアは1982年にニンテンドーから稼働されたアーケードゲームである。なお、アーケード版と一部の海外版ではドンキーコングジュニアと表記されている。マリオによって檻に遊兵されたドンキーコングを息子のドンキーコングジュニアが助けに向かう一画面固定アクションゲーム。 4面を一周として構成されており、4面をクリアすると難易度が上がった一面からまた始まるループ性。ジャンプがメインの前作と異なり、鶴を登り降りするアクションが特徴的。鶴を登るときは2本の鶴を両手で掴むことで速く上昇し、降りるときは1本の鶴にしがみつくことで一気に加工することができる。ジュニアの唯一の武器となるステージの各所に、 配置されている果物をうまく使って攻略していく。四面は鍵を押し上げてパパコングの閉じ込められた檻を開けるステージになっている。ドンキーコングの基盤及びプログラムを元に作られているためか、前作と同様にレベル22はボーナスポイントが400減っただけでミスとなる。シャープより発売されていたファミコン内蔵テレビ C1 の同梱ソフト。ロムのラベルには と表記されている。ドンキーコングジュニアとドンキーコングジュニアの算数遊びの一部が収録されている。テーブルトップ版本作はゲームウォッチにも何度か移植されている。ゲームウォッチ版ドンキーコングジュニアはアーケード版の1.2名をモチーフにドンキーコングには3.4名をモチーフにしている。以上の他に日本国外では ミニクラシックスでも発売された。また、ゲームボーイギャラリー3には JR と2が、ゲームボーイギャラリー4には JR がそれぞれ収録されている。2009年8月19日より、ニンテンドー・ロシー・ウェアとして、ニューワイドスクリーンの移植版が配信されている。ありがとうございます。